あんちゃんとハムおはよう。あんちゃん、今日7時に起きるって言ってなかったっけ？今何時？もうすぐ9時。なんで？昨日寝る前にシリに起こしてって言ったのに。誰に？シリ。シリに？シリにさ、昨日はちょっと夜遅くなったから7時半にしたのね。シリ7時半に起こしてって言ったの。起こされなかった。え？何？ちょっと待って。シリ電源切れてるよ。そういうこと？そういうことかよ。ほらほらほら。やばいって。え？何下に書いてある文字？待って、めっちゃ目覚めたんだけど何それ？所在地は確認可能だって。すごい。なかなか電源切れることってないよね。今日は日曜日です。テスト期間です。ギャラ。ギャラ。朝ごはんです。黄色祭り。いただきます。うんうん、もうね、9時34分なの。何してた？部屋でぼーっとしてた。昨日の午前まではすごいね、順調だったんだけど、昨日いきなりはぁってスイッチ切れちゃって何もできなくて、でそれが続いてる今日。やばい。今日のご予定は？世界史と古典。世界史やばい。スネ毛が見える。9時50分。おはようございます。おはようございます。顔洗った？洗って。一方、あなたは何をしてるんですか？これね、昨日なんか本当に無理になったって言ったじゃん、勉強。それでバナナとヨーグルトとおからパウダーとココアパウダーを適当に混ぜたこういう変なことするの好きやから、本当に適当にね、これ入れたらちょっと楽しいかなみたいな感じで作ってて、それがめっちゃ美味しいまださ10時前からアイスな感じですか？めっちゃ美味しいよこれ。びっくりしたよ。しかもこんな割れやすそうな容器で作るっていうね。美味しいよ。超美味しそうなの食べてる。8分の1ください。4。うんふん。うんふん。あんちゃん、はい、今日テスト期間中だから、うん、あんまりママに邪魔されたくないでしょ？うん、確かに。前さ1時間おきに密着みたいなあったじゃん、うんうん、今日はりょうくんもだから2時間おきに密着にさせていただきます。はい、とりあえずさすがにパジャマは着替えましょう、うん、はい、わかりました。何も言われなければ私1日中パジャマだからね。今何時だ？10時20分ぐらい、うん、10時半として、はい、12時半に。ではバイバイ。あ、そういうことか。バイバイ。勇気持って声かける。これはカッテージチーズ、私が好きなチーズ。これを塗るじゃないですか、この自作バナナパンに。自作バナナパンとはベビーチャンネルで作り方が載ってるので、ぜひそちらを見てください。はい、デーツを載せるんですよ。この時点でじゃないですか。もう散りばめるんですね。ちょっと焼く。あ、焼くの？うん、ちょっと
だけこれラカントをかけときます。最近ラカントの減りが早いんですけど大丈夫ですか？私がちょっと甘いもの食べたい時にラカントまんま食べたりしてあとコーヒー作ったり。ラカント減り早すぎるんだけど。はい、自分で買います。そういう問題じゃないどういう問題？やめとけってこと。そんなに、まあ、確かにお腹緩くなったりするはい焼けましたね。じゃあ砕いたくるみを、いいよ、バッていけはちみつ、はい、あ、おしゃれ。おしゃれじゃないの、お皿だけ完成です。チーン。何チン？じゃあパジャマから洋服に着替えてから食べてください。はい今集中し始めたところだからお腹空いてない。あとで食べる。 OK、 バイバイ。りょくん、りょくん、りょくん、あんちゃんね、あとでだってお昼。よくどうする？後で。後で。まだお腹空かない？うん。オッケー。じゃあまた後で来る。うん。うん。頑張って。もうすぐ2時半です。はい、ママちょっと出かけちゃったんで、一人で食べるんですけど、前髪すごい。やばい。でーん。海鮮丼と、サラダ、スープ、やばくないこれ。いただきます。せーい、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 せーい。卵スープが大好き。あ、ちょっと熱いからちょっとごめん。うん。ちなみにりょうくんはもうさっきささっと食べちゃったみたい。りょうくんは海鮮丼食べれないから多分カツ食べたかな。わさびは私はめっちゃめっちゃ食べる派。もうわさびやんそれみたいな。醤油を作ってかける。え、何から食べようかな。白身からだよね。ホタテ、うん、溶ける、メルトということで食べてます。食べます。やっほー。あれ眠いね。ちょっと寝る。30分以内ね。It is a disappearing faster than in the past。 やっほー。 The world。 やっほー。 4時半です。お勉強の調子はいかがですか？グッド、グッド、グッド、バッド。はい、 I have ストレス。疲れでジンマシンが出てきました。体が痒い。うん、ちょっと薬飲む？あ、飲みました。 I'm okay。 じゃあまた2時間頑張れるね。はい、頑張る。怖い薬飲んで2時間頑張る人。何の薬だか気になるよね、うん、何何ドーピン。ではまたです。あ、もう次は夕飯？夕食だね。バイバイ。えらいじゃん。いい感じですか？暑いの？今6時半だからね。もうちょっとしたらご飯にする。じゃあね。調子はどうだい？あれ？今何？スマホ見てた？翻訳。あ、翻訳レシピ食べ物か。ね、なんで網戸にしないでさ、全開きなの？え、網戸あるの？反対側見てみな。ほら、網戸。本当だ。あの、りょうくんがお腹空いたって言うからもうすぐご飯にします。私も超お腹空いた。お勉強進んでるよね、うん、受験生なんで、ね、それフ
ファンの子からもらったやつ。あ、そうそう。かわいい。かわいいよね。うん。あんちゃんらしさしかない。半開きの目。せっかく上着てたのに下履いてなかったのか。何してんの？プロテイン作ってる。なんでそんな変な顔なの？今休憩か。本日の密着はこれで終わりにします。おう、これからのご予定は？勉強する。何時までやるの今日は？え、寝ない。嘘でしょ？嘘。じゃあ頑張ってね。バイバイ。バイバイ。編集中？うん。そう、さっきショーツ撮ったのね。はい、見てほしいこれ。これさ、揺れてる。揺らしてないんだよ私編集で。やば。りょうくんが揺れてるの。やばくない？朝から撮ってまいりましたこの動画ですが、そろそろ締めたいと思います。はい、もう9時ですよ、そろそろ。え、8時56分、うん、もうすぐ9時なので。はい、終わりです。はい、今日お弁当の、お弁当じゃない、今日お勉強の進み具合いかがでした？まあ、うん、なんか世界史手つけてないけど、うん、問題ない。なんで水乗せた？今日はこれから世界史やって、政治経済やって、古典やって、英語やって寝る。そんなにできる？9時から？はい、ということで今回はアンとリョウのテスト期間の日曜日に密着でした。リョウくんのめっちゃ気になるから見る、この動画。高3の JK と中3の DC の比較でした。皆さんはどっちに近かったですか？ぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。